い、サイズのレンです。今日なんですけれども、陽子がドマスランチに行ってるんですけど、皆さんバレンタインの動画覚えてますでしょうか。僕がチョコを6リットルぶっかけられたっていう動画なんですけど、わしゃーい、わしゃーい、待って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 、お団子もらっていいですか。体をきれいにするとお団子がもらえるって聞いて。どっちひろじゃねえよ , 笑えない、普通に。ちょっと待って、もうそのバレンタインの復讐を今回したいなと思っていて、過激なことされてるんで、過激に過激で返しても、まあ、カップルチャンネルとしては微妙だなと思って、過激には恐怖をということでやっていきたい企画があります。今日やっていきたい企画は、家の中に白塗りのお友達がいっぱい隠れたらどうするドッキリということで、白塗りの男の人たちなんですけども今日用意してます。では白塗り軍団の皆さんお願いします。はい、ということで白塗り軍団6人の方用意しました。まあ見てもらった人分かると思うんですけど、一人メンバー隠れてますと。メンバー手挙げてください。今回隠れる場所としては、カーテン、こたつ、ベッド、トイレ、あとお風呂、今行ってた場所に各自隠れてもらって、カメラを回していこうかなということで、ちょっとやる気ある人とかいたら手挙げてもらってもいいですか。やる気ある人なんか統一性ないな今回結構気合入れてる曲なんで、この動画面白いと思った方は TikTok とか友達とかいろいろ拡散してください。ではいきます、レッツ白塗り。はい、ということで始まりました、レン様のモニタリングいきますよと。今回カメラかなり向こうに用意してるんで、全部僕とこのモニタリングつなぐことができなかったんで、玄関と風呂場と部屋合計3台をモニタリングしていこうと思ってるんですけど、通話が風呂場のコータとしか今つなげてない状況なので、コータにちょくちょく指示出しながら様子見ていこうかなと思います。コータさん、聞こえてたらたまじいやってください。たまじい、ただいまー、帰りー。バニラバニラバニラ高収入。これこたつとの距離感えぐい。いや、めっちゃもうヒヤヒヤしてんだろうね、白塗り軍団。あ、こたこた、そしたら玄関にトイレ行ってほしいものがあるから、玄関一回行ってほしい。さあ、コータ選手、玄関へ向かう。よーこ、今部屋にいるよ。コータごめん。戻って。ごめん、なんでもなかった、コータ。戻って。めっちゃ顔ふてこいな、コータ。おい、コータめちゃめちゃふてこいやん。
うわ、ベッド最初気づかれたか。ベッド2人いたからさ、結構ね、頑張ってほしかったんだけど。なになになに、この今回のドッキリは、もうドッキリって分かった上で、ドッキリって気づかれた上で、待って、やばい。ごめん、愛してるよ。これよくから今 LINE 来ました。ドッキリ？ドッキリしてる？え？おかしい、何かがおかしい。動揺してドッキリになってますね。トイレ行く。ここで、トイレアウトか。ショー、もうヨーコ気づいてんじゃん。ようこもね、もう宝探しみたいになってます。2つバレた。ヨーコ超びっくりしてる。何、どんだけいいんだこれ。コタ来るよ、もうお前だけだからね。何、まだいる？緊張感エグいんだけど。待って、風呂行く。風呂行っちゃうぞ。コタ来るよ。腰抜かしてる。おい、お前は帰んな、お前は帰んな。イエーイ。カモンカモン、せーの、ドッキリ大成功。俺、コータ走りで電話しないんですか。あ、そうなんだ。コータ玄関まで一回来たんで。え、いや、あれ何だったんですか。やれば遊び。どんだけリスクしてやったの。全然わからなかった。
この企画、まあ、気合入れてこの人数呼んでやったんで、少しでも面白いと思った方は高評価コメントチャンネル登録メダル掲載よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。